トギ YouTuber の川町慎一郎です。さて今回はですね、イランの問題をこう取り上げてきてるんですけれども、改めてこのテーマをいきたいと思います。イラン革命防衛隊とは。このシリーズを始めた時に大前提で少し触れてるんですが、もうちょっと今日は深掘りしていこうかなと考えてます。このイラン革命防衛隊、創設されたのは1979年です。この1979年というのは、この動画をご覧になっている方、皆さん方よくわかると思いますが、イラン革命の年です。パーレビ国王からホメイニ氏にこの指導体制が変わった、国の在り方が変わった時にできたのがイラン革命防衛隊です。でイランにはちゃんとしたイラン国軍というのもありまして、これは両方ともちゃんと認められている軍隊ですけれども、つまりイランには軍隊が2つあるということなんですね。よくニュース見てると、北朝鮮だと朝鮮人民軍とか、中国だと人民解放軍、これもいわゆる国軍のことなんです。でもイランに関しては国軍とは別にイラン革命防衛隊という軍隊があるということなんです。ここはちょっと分かりにくい。でしかもこのイラン革命防衛隊にはしっかりと陸海空と、そういった軍隊しっかり揃ってます。でこのイラン革命防衛隊ができた時に、なぜ国軍とは別に創設されることになったのか、これ単純です。この国軍というのはもともと革命を起こそう、この体制ダメだよと思っていたパーレビ国王の元にあった軍隊ですから、彼らと戦ってたんですね。国軍と戦ってたのにすぐさま一緒になれないよと、かといって国軍もですね、それは国のために戦いますから、体制が変わったとしても、今はこう2つ併存して、別にここと国軍とイラン革命防衛隊が喧嘩しているわけではありません。でこの革命防衛隊ができた時に、指導者からはこれはイスラム革命の守護者なんだと、こういった表現も使われていたんですけれども、実際にイラン・イラク戦争でもかなり前線に立ってこのイラン革命防衛隊が戦っていたというふうに言われています。ここはそういうことなんですけれども、注目したいのは、前にも触れましたが、このコッツとかクッツとか言われているこのコッツ部隊です。これが注目であり、ちょっと怖いし、世界各国から見ると恐ろしいなと思われているイラン革命防衛隊の中の一つの部隊です。ここは指導者、最高指導者の直属の部隊と言われていて、しかも超エリート集団と言われています。コッツ隊一体何やってるのか、特殊部隊ですね。対外的に国外の民兵組織を育てていくんです。いろんな組織指導します、教育します、そして一緒になって自分たちが理想とする国家を作っていこうというところに仲間を放棄させる、そういった仕掛けをずっとやってきました。例えばこのイスラム教シーア派の武装組織でよくニュースに出てくるハマスだとかヒズボラ、こういったものもこのコッツ部隊が育ててきた部隊であるわけですね。でこういう世界にとって怖いコッツ部隊を長年にわたってトップで指揮してきたのが、今回トランプが爆殺をしたソレイマニ司令官なんです。エリート集団です。この革命防衛隊で行っていることを見れば、まさしくイランの英雄と、一部日本でも報道されましたけれども英雄と捉えられる面もありますが、このソレイマニ司令官は数々の工作を指揮してきたわけです。つまりいろんなデモを制圧してきたり、そしていろんな国の人たちの殺害に加担してきたわけであって、片や裏を返せば英雄ではなくて悪魔だという声もあるわけですよ。恐ろしいこともやってきたと。ただイラクにおいて、IS 覚えてますか、 IS とか当時 ISIS とか ISIL とか入れましたけれども、イスラム国、この組織との戦いにも実はこのソレイマニ司令官あるいはコッツ部隊参加していた。ちょっと点々つけてます。どう参加していたかというと、イラク軍と一緒になってですね、人民動員隊というのがこの組織としてですね、一緒に IS を戦ってたんですが、このイラクの人民動員隊はソレイマニ司令官コッツ隊の指揮下にあったわけです。 IS を倒したことによって、これはしっかりとイラクの国会でも認められた部隊となりました。一方イラクにはこの KH カタイブ・ヒズボラという、またこのシーア組織のあるんですけれども、このカタイブ・ヒズボラが最近在イラクの大使館にアタックをしたり、そのことによって戦闘員が亡くなったり、あるいは大規模なデモが行ったりしてたんですね。
イラクの中において反米の動きを一生懸命先導していた。これが KH カタイブヒズボラです。しかもアメリカ大使館に入ってるわけですから、これはもう法律で許されない。許されないのにイラクの軍部あるいは警察はこの KH を排除しようとしない。この KH というのもコッツ部隊の同じグループにいて、このリーダーが同じくソレイマニ司令官と一緒に爆発されたムハンディス副司令官ということになるわけですね。つまりこの KH がアメリカ大使館に侵入した時点で、何かイラク軍なり警察が動いてたら、もしかしたらこの2人の爆殺はあのタイミングでなかったかもしれない。今止めなかったらもっともっと在イラクの大使館がやられてしまう、あるいはもっともっとアメリカの仲間がやられてしまう。そう思ったからこそトランプは今こそソレイマニ司令官とムハンディス、この辺りを攻撃しなきゃいけないと思ったのではないかというふうに、まあ、世界の分析機関は見てるわけですね。で、こういうソレイマニ司令官やムハンディスといった人たちがいなくなった今、じゃあこのコッツ部隊は今後どこに進んでいくのか。一方でこの IS 制圧したといってもまだ一部残ってます。この IS の人たちは敵の敵が、 IS にとって敵はこのコッツ部隊です、人民動員隊。敵の敵が司令官を殺したと言って IS はなんか喜んでる、そういうメッセージを出してるわけですね。だまだまだこれ中東情勢、イラン、イラク、この地域の情勢というのはまだまだ緊張感から解き放たれることはない。常に真剣勝負で現場も動いてますから、我々日本も対岸の火事として捉えるのではなくて、自分たちにいつ戦火が飛び火してくるか分かりませんから、こういった動き、コッツ部隊の動きというのはしっかりと見ていかなければいけないということを今回お伝えしました。今日は以上です。